よっすー、モナーク実況プレイ早速始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。では前回からの続きで、さあ最後だね。最後の展示室探索していこうか。資料館、あー涼太郎さん、ここも深淵とつながっているようだな。得意点のあるイカにつながる番組、感謝して使うがいい。ありがとう。ビビったー、やめてよ。よし、またなんかややこしい。何、どういうこと。あー、二手に分かれるか。じゃあそうだね、よし行こう。行くぞ深夜、この手で。監視システム、じゃあこっちの方がちょっと荷が重そうなので、私はこっち行くね。今日は負けられない。深夜も来てもらおうか。決意破壊、知れ者どもね。大前でもこっちで行くかな。この辺でどうしようかな。リローダーしたところでまあ頼む、倒しきれないんだけど。承知しました。この辺でどうしようかな。回転切りしてついに壁を通す。全部いただく。んーでだ、あっちの方が明らかに多いもんな。二人でいける。みんな殺す。二人でいけるなら任せるんだけど。ダメだった。全部いただく。シュエル届く。届かないな。これでか。なかなか強い。妥協なく。で、かけるで二連やるか。圧勝。もう一撃。ああ惜しい。痛い。仕返しだから。ムカつく。死ね。腹立たしい。来た。おお、壁壊してくれた。ありがとう。ムカつく。生かしておけ。いっぱいいる。進む。よし、じゃあもうこれで倒せるの。残念。罪だ。負けられない。あんた食らっちゃうな。食らわない技でいっか。しょうがないから。なぎ払いか地烈山か。なぎ払う。よし強い。知れ者どもね。この辺で1対1救済を。助かります。全部いただく。よし、じゃあ妥協なく。え、なんか大砲ないな。殺す。大砲あるよね。
全部いただく。とりあえず、まあ、あと斬撃で妥協なく。じゃあかけるで空間で強い。みんな殺す。かのちゃんは雷撃かな。失せて。一気に駆け抜けないと死ね。バッシーなる。あーやり返さずれた。いってムカつく。生かしておけ。行くぞ。スローイングナイフ。今日は追撃します。負けられない。そしてうまく入らないように。いいね。開かない。よし、いい。知れ者どもね。救済を。バイソフト全部いただく。この勝負でいけそうだよね。ああ強い。妥協なく。ああなんかこの範囲に入るとやっぱあれか、空間断絶いいな。待機で回復しつついっか。みんな殺す。行くぞ。よし。ああ行けない。深夜から行こうじゃ。はいすいません。マイクがねちょっとマイクの位置取りが悪くて。最終残撃。あ強い。嘘。知れ者どもね。強。マジかよお前。全部いただく。この辺からスローイングナイフいけない。乗って利用出します。深夜頼んだ。承知しました。であんまり近づきすぎないくらいで。全部いただく。じゃあコショちゃんで。妥協なく。誰がいいんだろう。かける普通にアッパタックできるか。四角切り。そうだよね届くもんな。失せて。強っ。みんな殺す。ふなちゃんで剣道を使って将来で同時に殲滅。全部いただく。あ、大砲を食らうか。その位置だ。じゃあ立てる理由をして。わかりました。うわ移動できねえ。そっか。圧勝だな。よし。ムカつく。つける。強い。見通す。見切ってるから。天才。ムカつく。負けるものか。行くぞ。進軍。
ゾーイングナイフだな。今日は怖っ、怖っ、痛い、負けられない。ゴリゴリにカウンター食らった。あー、さてさて、あー、ここは第一山とかで投げ払う。よし、知れ者どもめ。で、5マイルで振り応答して、わかった。はい、で、斬撃加速でいっかな。容赦しない、追撃します。さすがに100個はいかんか。全部いただく。さーて、妥協なく、みんな殺す。反将来素か、当たらん。おし、終わりだ。オッケー。あー、惜しい。いただく。惜しいな。じゃあ利用出すか。お願い。わかりました。終わりだ。オッケー。妥協なく。かけるで。普通に二連使おうか。すぐれて。よし。もう覚悟してね。痛い。見切ってるから。いいね。ムカつく。行くぞ。負けられない。うわ。回転切りだな。開かない。よし、強いな。知れ者どもね。全部いただく。知れ者どもね。斬撃加速。追撃します。追撃強い。知れ者どもね。強いな。よし、じゃあこれで終わり。よし。全部いただく。こっちは終わった。じゃあみんなもういらんか。ほい。知れ者どもね。オーダーに従います。あとコアをどうにかしないといけないから、とりあえず待機でいいや。みんな殺す。まだまだ。はい、知れ者どもね、利用出して頼む。どっかなぁ。あ、届いた。よし、さすがだ、シーア。誰にも遅れは取りません。まあ、ディーでしたね。お、めっちゃポイントもらった、ありがてー。あ、なんかすごいやつもらってる、すごいいいやつもらってるな。装備もちょっと変えたいな。よし。数人の生徒に侵入された。鑑賞目的でやってきたやつらなのだからなのか、物音に敏感だ。足音を立てるなよ副長。足音を立てる、無理。出入り口のカウンター前、オッケー。どうしたらいいんですか、どうしたらいいんですか、どうしたらいいんですか。学園士後頭部、後頭部、学園士中頭部。2年生校舎、1年生校舎、部室と図書館。伊達家の黒い噂、伊達家の黒い噂。あ、こっちも行けんの。ちょっと待って、なんか追っかけてきてない、追っかけてきてない。怖い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 。
やだもう、やだ。寄宿舎、ああ寄宿舎ね。ああなるほど。よし、じゃあちょっとね、一旦レベル上げタイムとしゃれ込もうか。じゃあ帽子をかけふぬの3人でとりあえずなんかあげよう。みんなでどれがいいってどれがいい。これ取ってみるか。ケルはそうだな、これいくか。やべ、1500しかない。ふぬちゃん、ふぬちゃんどうしよっか。ふぬちゃん列車耐性とかまだ残ってたのか。あー2レベ上げられるな、上げちゃおっか。よし、オッケー。でいろいろ手に入れたんですけど、あれ伊達家の黒い噂、だいたい1970年か。寄宿舎ね、旧寄宿舎のって書いてあったけど、学年一の風来坊といえば現在進行形で数々の伝説を残し続けている伊達良太郎のことを思い浮かべるのではないだろうか。そんな彼の親が代表している日本有数の企業グループ、伊達グループに黒い噂があるのはご存知だろうか。政治家との癒着、違法な買収行為、海外で平時事業に手を出していると眉唾者の話だが、火のないところに煙は立たないとも言う。ひょうひょうとしている伊達良太郎の背後にももしかしたら怪しげな影やつながりがあるのかもしれない。こっちじゃない、ごめんね、ごめん深夜、ちょっとついてきてくれ。深夜ついてきてない。ほらっすよ。あ、絶対ついてくる、絶対ついてくる。創設、あ、創設ね。なんか誰かのエゴがある。本校舎、郷土史、舞坂ひな、見てみようか。あ、いました。クールで一切感情を表に出さない孤高な存在。勉強熱心なことで有名が、普遍の異変についても一切反応せず、ただ一人静かに勉強に勤しんでいる。異変が起こる前は、資料館でもよく姿を見かけられていた。臆病で人見知り。本やノートを広げていると誰も話しかけてこない上に、不安なことで思い悩んでいても、集中すれば他のことを忘れられるため、勉強を好んでいる。資料館によくいたのは、図書館や自習室よりも人が少なく一人の時間を作れるため。なるほどな。決着をつけるしかないんだ。深夜、つっかかってる。ここで、コールがあるんでね。ちょっと一旦戻って、回復してきますね。はい、では戻ってまいりましたので、行くか。じゃあ、最後の、良太郎さんとの決着だね。つけるか。行くよ。覚悟決めないとね。待ってる。つらいな。戦いたくなかった。
よ。うん。副長と。なんだてめえか。学園長は来ねえのか。ソラさんがお手を煩わせる必要はない。あんたの相手なんて俺と先輩がいれば十分だから。へえ、自信があるみたいだな。副長が一緒だからって安心でもしてるのか。ええ。え、おちょっと動揺してしまったお前少し変わったな。そうね、からかいがいがねそういうあんたは変わらない。どうして力を手放さない。叶えたい夢があるんだよ。歪みのことは理解してるんだろう。これ以上学園を危険にさらしてどうする。学園を危険にさらしてるのは学園長の方だろ。そうなんだよね、そこはね、正直同意する。あの人の権能がなければ外と隔離されることも、ここまで歪みの濃度が上がることもなかった。うん。それは外の世界に権能の被害や歪みを広めないためその当人が契約者だったのにか。自分だって歪みの元凶の一人じゃねえ。そうなのよな。でもソラさんの力がなければもっと被害が大規模になっていた。まあね。契約者の脅威から学園や世界を守るため必要なことなんだ。難しいな深夜のことは全面的に応援してあげたいって気持ちはあるけど、ソラさんに関しては正直、私は良太郎さん派かな。契約者の脅威ね。俺は世界をどうこうしようだなんて考えてねえよ。今はそうかもしれない。今はか。その理屈で言ったら学園長だって危険だろ。自分だけは例外だって考えが気に食わない。確かに。ソラさんが気に食わないことは分かった。うん。でもあんたはどうして力にこだわる。今更な質問だな。イデアを砕いたんだろう。俺の思いは知ってるはずだろう。退屈な理由だ。強くなるため、親父や兄貴、その金魚の糞になってる拝見主義者の気に食わねえあいつらを蹴落とすため、俺の独善、やりたいことをやりたいまま妨げられずに成し遂げるため、それだけのことだが、俺がやらなきゃ誰もやらない。俺が俺である限り折れるわけにはいかない。譲れないエゴだ。あんたらしい。そうね。だけど自信過剰なあんたがどうして権能なんかにすがる。自分の力でどうにかしようって考えないのか。はあ、授かったものとはいえこの力も俺の力だ。活用して何が悪いその考えも同意できるイデアが砕けたら心も砕ける。この願い、信念さえ砕けて消える。ああ、それはやだなそんな良太郎さん見たくないよ私。戦わなきゃいけないのか今更ってな。たとえそれでも、うん、力を使うことに後ろめたさはないのか。ないんじゃない。相川さんのように誰かが傷つくかもしれないのに。それは超いじらいだよ深夜。ああ、何せその問題は俺が考えなくてもいい問題だからな。うん。俺を止めようとするお前ら、
今まさにここにいることが証明だ。お前らの道理も正しい。そう？なら。だが、譲るわけにはいかない。うん。お互いに譲り合えないなら、力の強さを信念の強さと信じて、決着をつけるしかないだろう。うん。かける先生もね、そう言ってたし。はあ、私もそう思う。泣き言わめいたって聞かないからな。負けた時はただ俺の信念が弱かっただけのことだ。文句なんて言わねえよ。さっきあんたは変わってないって言ったけど、うん、撤回する。変わったよ。おう。弱くなった。弱くなった。ああ、あの地震と覇気はどこに行ったんだよ。あんたの口ぶりはまるで負けて止めてもらいたいように聞こえる。はあ、きついきつい。ここに来てお前そういうこと言うなよ。ためらっちゃうじゃん。負けるかよ。うん。お前らにも学園長にもこのクソみたいな世界の理不尽にも、うん、負けてたまるか。俺の大切なものを守れるのは俺だけだ。このエゴは俺だけのエゴだ。誰にも何にも奪われてたまるかよ。俺たちが奪う側なんだから。なあ、グラ。グラ。めっちゃいいな。無駄話はもういいだ。やらなきゃいけないの？深夜。やばい、なんか行くぞ深夜、絶対負けない。